皆さん、こんにちは。今日は坂本冬美さんのことについて紹介します。まずは、坂本冬美さんの経歴とプロフィールから紹介します。坂本さんは、1967年3月30日生まれ、和歌山県西室郡上富田町のご出身です。坂本さんは、中学生の頃、石川さゆりさんの大ファンで、演歌歌手を夢見ておられたそうで、1985年に高校を卒業後、地元和歌山にある梅干しの会社に就職され、塩分などを調べる検査員のアシスタントとして、勤務される傍ら、本格的に歌手を目指し、カラオケ教室に通い、歌の練習に励まれたのでした。そして、翌年の1986年、NHK 勝ち抜き歌謡天国の和歌山大会に出場するといきなり、名人を獲得。さらに、同年、関西演歌大賞カラオケコンクールでも、優勝を果たされると、勝ち抜き歌謡天国で歌唱指導をされていた、故猪俣公章さんの勧めで上京。1986年の4月から11月まで、猪俣さんの内弟子として、レッスンを受けられたのでした。その際、猪俣さんの運転手や料理など、身の回りの世話をされ、歌だけではなく、生活の細々したことも、経験を積まれたのだそうです。そんな坂本さんは、1987年、暴れ太鼓でデビューすると、80万枚を超える大ヒットを記録。その後も、1988年、祝い酒。1989年、男の情話。1990年、雨上がり。1991年、日の国の女。1992年、男惚れ。1993年、恋は日の武家の舞。1994年、夜桜お七。1995年、渦潮と、立て続けにヒットを飛ばし、演歌歌手としての地位を不動のものにされたのでした。こうしてデビュー以来、トップを走り続けてこられた坂本さんでしたが、過労のせいか、1996年、盲腸を患い、手術を受けられると、翌年の1997年には、膵炎を患ってしまいます。さらに、同年、お父さんが、交通事故で亡くなるという悲劇に、襲われてしまったのでした。そんな中でも、周囲からのプレッシャーや、売れっ子であるがゆえの過密スケジュールをこなしていた坂本さんは、お父さんを亡くした悲しみの中、笑顔で歌を歌っている自分に違和感を覚え、ついに2002年、無期限の休業に入られたのでした。坂本さんは、和歌山の実家に戻られると、気ままに旅行や温泉などに行き、のんびりと過ごされたようで、髪もショートカットにするなど、普通の女性としてのおしゃれを楽しまれたり、リフレッシュされたご様子。そして、坂本さんはいつしか引退を考えるように。そんなある日、坂本さんは実家でテレビを見ていると、双葉百合子さんが、65周年リサイタルで、岸壁の母を歌っているのを聞いて、感銘を受けられたのでした。そこで、坂本さんは、すぐさま、仁王さんに手紙を書き送り、仁王さんの実家を訪ねられると、すっかり歌うことに。自信を失くされていた坂本さんに、仁王さんは、あなたも歌の壁にぶつかったのね。その歌の壁に気づいたというのは、あなたが成長している証拠で、とても素晴らしいことなの。私だって今まで何回も歌の壁にぶつかって、その度に乗り越えてきたからこそ今があるのよ、と、励ましてくださったのだそうです。そして、坂本さんは2002年11月から、仁王さんのもとでレッスンを受けられ、5ヶ月後の2003年4月 NHK 歌謡コンサートで完全復帰を果たされたのでした。復帰後は
演歌だけではなく、ポップスにも挑戦され、1970年から1980年代のラブソングをカバーした、アルバム、ラブソングス、また君に恋してるを、2009年にリリースされると、その後もラブソングを中心とした、カバーアルバムを次々と発表。2015年に発売されたアルバム、ラブソングス6、あなたしか見えないでは、ナット・キング・コールの名曲、LOVE を、トータス・松本さんとデュエットするなど、新境地を開拓されています。他のジャンルのミュージシャンとのセッションは、坂本さんにとって、とても良い刺激になったことでしょうね。そんな坂本冬美さん、私生活を公表していない部分が、多く結婚してるのか、いないのか、子供はいるのか、父親は誰なのか、と謎が多い方でも有名です。気になる坂本冬美さんの結婚歴はありませんでした。もちろん、お付き合いした男性は何人かいましたし、10年ほど付き合った男性とは結婚も考えたとのこと。結婚願望が強かった時期もあったそうなんですが、やはり売れっ子になってそれどころではなくなってしまったそうです。坂本冬美さんは、今は好きな人もいないし、恋愛感情もどこかへ行ってしまった。と、2022年3月17日放送の NHK 番組、密会レストランで、告白されています。坂本冬美さんは韓流ドラマで恋愛を疑似体験しているとのことなので、良い出会いがあったら結婚の可能性も出てきそうですね。実は、坂本冬美さんは過去に一度だけ噂になった方がいるんですよね。それは故星野仙一さんです。坂本冬美さんと元プロ野球監督の星野仙一さんの間に、隠し子がいるという噂が流れました。坂本冬美さんと星野仙一さん、一体どこで出会ったの？って、思いますよね。そこで調べてみたんですが、坂本冬美さんと星野仙一さんに、隠し子がいるという噂はどうやらデマのようです。星野仙一さんは、この件について事実無根と言及し、報道した週刊誌をプライバシー侵害として訴訟しています。ではなぜ、このようなデマが出てきたのでしょうか。坂本冬美さんと星野仙一さんとの間に隠し子がいるという噂が出た理由は、坂本冬美さんが1年ほど活動休止したことに理由があると思われます。坂本冬美さんは、2002年4月から2003年4月まで、1年間ほど芸能活動を休止しました。坂本冬美さんが活動休止した理由は、最愛の弟様を事故で亡くしたことと、同時期に虫垂炎、膵臓炎を患ってしまったこと。この時、坂本冬美さんは実家の和歌山県で療養していたそうです。ちょうど坂本冬美さんが活動休止した時期に、星野仙一さんも高血圧で、闘病生活されてました。坂本冬美さんと星野仙一さんが活動を休止した時期が、たまたま10なったのです。そして、坂本冬美さんと星野仙一さんの隠し子騒動が出てきたのが、坂本冬美さんが芸能活動復帰してから7ヶ月後の2003年11月のこと。坂本冬美さんが三重県津市の病院で極秘出産したという情報が出ましたが、この坂本冬美さんの極秘出産の情報は、星野仙一さんの娘が医師と結婚して、三重県津市で出産したという情報と混同したためと思われます。また、ヤフー知恵袋に坂本冬美さんが星野仙一さんにお願いして、子供を産んだとの書き込みがありますが、この記事を書いた方は匿名ですし、根拠はないと思われます。坂本冬美さんと星野仙一さんとの間に隠し子がいるという噂は、デマだったとしても、娘がいるって聞いたことあるんだけど、そう、坂本冬美さんに娘がいると思っている方、結構いますよね。結論、坂本冬美さんに子供はいません。なので、
子供の父親もいません。では、なぜ坂本冬美さんに子供がいるという話が出てきたのでしょうか。それは、坂本冬美さんと藤あや子さんが似ているからだと思われます。演歌歌手の坂本冬美さんと藤あや子さん、このお二人はとても仲が良く、プライベートでも交流があるといいます。坂本冬美さんと藤あや子さんのお二人が、一緒に写っている写真がよく SNS 上でアップされますが、このお二人が似ているので間違えてしまうファンがいるそうです。さて、演歌、ロック、ポップスと、様々なジャンルの曲を歌い上げる真の歌姫、坂本さん。その魂のこもった歌声で、これからも私たちを魅了し続けてほしいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。